マサキュー対コウジのユリアン、さあ、うん、個人的に僕全員1位だと思っているマサさんのキュー、うん、強いっすね、強い、もう人が強い、本当なんか太いっすね、 いい意味でいちいち太いっす、本当タクが、あとガードが硬い、うん、さあなんかとんでもなくでかい、でもでもなんかあんま減ってないよね、そうそうそう、ユリアンやっぱですね、おーすごい、なんか当たる、面白いぐらい当たる、うん、9でユリアン相手に地上戦やってるのめちゃくちゃ面白いですね、絵面がなんか全部当たってるですね、本当ね、確かに、うん、距離がいいっすね、距離がいいっすね、めっちゃいいところ、うん、さあここですね、これは多分ちゃんと、うまいっすね、あ、うまい、あ、見てる、ね、見てる見てる、知ってる知ってる、クイック取らなかったら取らなかったでっていう、うん、さあ移動内からの、うわ太い、勝負する、あ、しかも 弱にしてちゃんと多分これで、あ、うわーうまい、あの弱捕獲を使うのがやっぱ早いですもんね、さあ投げて、さあユリアンはここで画面を押したい、そうですね、でここさあガード、さあここでユリアンがすごくきつい、きつくはないか、まあ、きついのか分かんないな、ゲージを貯めるしかない気がするが、あ、そうですね、エイジスがないと行動にリターンがつかないから、ね、うん、今ユリアンの中足を壊して蹴ってましたね、今どんだけやってんだよっていう、結局多分、うん、ユリアンのジャンプダイキックの打点を変えるのを、はいはい、キュー側がちゃんと対応できるかどうか、うん、できる、お、上にしてる、おいしいが、うわ、なんかかなりおいしい、あ、これワンチャンある、ワンチャンある、あれ若風呂しに行かなきゃいけないって、や、難易度高いですね、赤風呂を含むなら確かに勝ってたけど も、まあ、難しい、あ、ちょっと難しい大会で、そうなんですよね、そうですね、やるしかない場面じゃないと、なんかやれなそう、どうなんだろうな、結構本当に事前に練習してたら、今のは 1-1 だったらやらないけど、そうですね、1-0 だからやってもいいような状況だったんですね、確かに確かに、さあお将棋大パンが強い、さあタクレジス押して上にしてる、さあよく投げを見てる、今多分腹部入んないやつですよね、今ね、ですね、さあこれは、あ、ブロロとして当たっちゃったかな、さあこれはこれが、やこの後がやばい、そうこの後ですね、遅いがゆえに連突じゃないからどうなる、おっとちゃんと計算してて、うわっ、さあ弱であるやつ、うわー、マジか、マジで、マジで多分ヘッド読み、マッサ、これすげえ、EX 突進、マッサやばすぎる、もう